さあ、それでは今週の素敵なゲストをご紹介いたします。フラワーアーティスト、ウェディングプロデューサーのカオルコさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう今目の前にもう素晴らしく美しい女性とそして素晴らしく美しいお花があるんですけれども、はい、実は、まあ、このカオルコさんはトップフラワーアーティストとして世界で活躍なさっていらっしゃいまして、ブライダルフラワーの第一人者としても日本のブライダルシーンをリードなさっていらっしゃるんですよね。恐縮です。ありがとうございます。はい、プロフィール簡単にご紹介してよろしいでしょうか。はい。はい、カオルコさんは由美かつらの国内外の賞を1996年より担当なさいまして、日本人初パリオートクチュールコレクションの花も手掛けられました。そしてトーレパンパシフィックオープンテニスでは皇后陛下、皇太子殿下、秋篠宮殿下ご臨席の際のお迎え花やロシアのマリア・シャラポワ選手、杉山愛選手、伊達公子選手などを勝利の揺れるブーケで彩りました。またイギリスではロンドンアカデミーとしてチャールズ皇太子殿下管轄の小児ホスピス花慰問を2012年より続けていらっしゃいます。また上海万博、それから台湾花博、日本代表出演、その他ご活躍の場としてはアメリカやトルコ、インドネシア、イギリス、モロッコ、フランス、ドバイということで、もう本当に幅広いご活躍をなさっていらっしゃいます。実は先週ですかね、ドバイからお帰りになったところですよね。はい、ロンドン、ドバイ行ってきました。そうですか。はい、ドバイの方ではどんな活動をなさってるんですか。ドバイもですけど、その前のイギリスはもう6年目の、はい、お教室レッスンですね。はい、でいろいろ花の普及活動ですね、はい、でをしてまして、であとはそのさっきご紹介いただいた小児、はい、小児ホスピスに、はい、お花をこう花慰問をしたり、あとまあチャリティー活動ですね、はい、そういうのをもう6年続けてるので、はい、でそれをまずイギリスでして、で そこから飛行機で7時間ドバイに帰り行きまして、ドバイも教室が今年から始まったので、でそのレッスンをしたり、はい、あとはまあ総領事館って日本政府 の、はい、そちらの方で総領事と、はい、まあ、これからのドバイにおける日本とドバイの、はい、まあ、花に、私は花ですから、まあ、そういう活動とかそんなお話をしたりしてきました。素晴らしいですね。はい、そういったお花を通じて国際交流といいますか、こう文化を育んでいくというような活動を。はい、まあ、最初からそれありきで始めたわけじゃなかったんですけど、まあ、ありがたいことにいろんなところから、はい、フラワーショーをしてますのでね、私自身が、はい、で呼んでいただいて、フラワーショーをしている間に、はい、やっぱりそれが国と国をつなぐといいますか、そういうことになったり、それを見てる方が心と心が結ばれるといいますか、まあ、そういうようなことで知らない間に、まあ、国際交流といいますか、そういうことになってますね。自然にこう、自然発生的に交流になってるってことですね。ですから、まあ、それがあまりにもずっと続いてますので、自分の中でそろそろ一つのね、そういうことがお役目といい、まあ、そういう自覚を持って、何かもっとお役に立てないか、お花で、まあ、そういうふうに考えて最近はやってます。そうですか。はい、多分そのカオルコさんのお花、ファンの方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ありがとうございます。やはり普通のお花じゃないですよね。普通の花じゃない。はい、そうですか。はい、なんと言いますか、ここにも今スタジオにもあるんですけれども、この色合いとか、このラッピングの感じもそうなんですけれども、ちょっと普通にお花屋さんで見かけるものと、なんとなくこう違う感じが、素人なりに。ありがとうございます。これはどういうコンセプトでこう作られたりなさってるんですか。まあ、今日お持ちしたこれは、私が勝手にカオルコ色って最近言ってて、お客様もカオルコ色でとか言うんですけど、はい、まあ、何ですかね、まあ、自分が好きな色の組み合わせでこうやっていって一つ表現していくものですね。はい、でそれが一つと、はい、あとは私がそもそもブライダルフラワーから始まってるので、カップルの思いを聞いて、それをウェディングの形にして差し上げてた仕事
と板についてますから、だからそのお花屋さん業務 も、もうお客様の3000、5000とか、そういう世界観の中に、どういうイメージでとか、どういう方にお渡ししますかとか、例えば元気のいい女の子とか、ビタミンカラーとか、あとラグジュアリーな方とか、ダンディーな上司とか、そういうの聞いていた、聞かせていただいて、でそれを花で表現していく、その世界観を、そういうことをやってるので、本当に全ての花束がオリジナリティなんですね。そうなんですね。カオルコさんのそのホームページ、ウェブ上を見ていると、本当にたくさんの、こう皆さんのご要望に応えたお花の、種類が載ってるんですけれども、もうそれも一つ一つニーズに応えて。そうなんです、ね。もう本当に送る思いを叶えますってキャッチコピーを勝手に作ってますけど、本当にお花を送る人の気持ちですよね、この方にこういうふうな気持ちを込めて送りたいっていう、お花ってそういうものですから、それを私が受け止めて、そこに私のなんかこうエッセンスを入れて、でそれで忠実に再現して差し上げて、でその送られる方もどういう方ですかって、聞く場合もありますし、ダンディーな上司ってさっき申し上げたように、そういうような一言をいただければ、50代とかね、それでこうお花を選んで、組み合わせして作るんですね。なるほど。だからまあ割とその、いつでもどこにでも当たり前にあるような花がずらっとうちに並んでるわけではなくて、そういうのをお伺いして注文してお花を揃えていきますので、おっしゃったように、ちょっと普通の花屋さんと違う感じっていうのはそういうことだと思うんですね、そうですね、例えば、コンサートの時のお祝いのお花であったり、例えばプロポーズのお花だったり、そういうニーズにも応えていただけるんでしょうか。そうですね、プロポーズは最近非常に増えてきまして、そうなんですか、で最近日本男子もね、なかなかやるぞって感じなんですけど、花束何百本とかね、赤いバラとかね、ピンクのバラとか、トワニで108本とか、いろんなことが流行りだしてて、あとはご予算に応じてね、とか1ダースとか、いろいろ思いで、彼女さんの年の数とか、それにお答えしてるんですね、でもう本当に世話焼きのおばさんのノリで、そういうの聞きながら、電話とかメールで問い合わせしてくる方が多いので、スタッフが出ることの方が多いですけど、私がちょっといろいろ相談あるそうですって言うと、もうすぐ電話変わって、聞いてあげたりして、あとはそこに重いリボンに Will you marry me? ってこうね、書いてあげて、でそれを花につけてあげたりとか、そういう風にしたりして、わあ、いいですね、なんか成功率が高まりそうな気がしますね。だといいですね。そうなんですか。でこのカオルコさんのお花屋さんといいますかね、これが銀座5丁目にあるんですよね。そうです、4丁目の交差点の、もうほんとすぐ晴海通り沿い の、日産ビルの隣の隣ですね、あります。一番いい、道と言われている場所ですけれども、そこの4階なので分かりづらいんですけど、お花屋さんが、路面じゃなくて4階にあると驚かれるんですけど、ちょっとアトリエ形式で、今申し上げたような、こだわりの花をそういうふうにお客様のために作ってるアトリエですね、なるほど、もう本当にたくさんの方々も、これ名前は言えませんけれども、有名な方もきっと注文してらっしゃったり、そうなんです、おかげさまで皆さんね、だから人生の節目に私の花が関わってるんだなって思う方もたくさんいらっしゃいますね。そうですね、やはり節目っておっしゃいましたけれども、カオルコさんご自身がまずそのウェディングのところからスタートしてらっしゃるということなんですが、ご自分のそのウェディングの場面で、こういった道につながるきっかけがあったんでしょうか。そうですね、もう私が結婚したのは30年も前なので、当時時代がまだね、オリジナルウェディングとかそういう言葉すらなかったので、でも自分がお花をやってましたから、好きなお花、好きな色に囲まれて結婚式をしたいっていう、そのただその思いですね、でも時代的に そんな人いませんって断られたので、まずでそこからいろんなお客様に、やって差し上げて、そういうことでしょうかね、それがこう今につながってきているわけですね、やはり皆さん感激なさるんじゃないですか。そうですね、もうどなたかに差し上げるために注文してるお花を取りにいらして、自分が欲しいって言ってあげたくなくなったとかね、皆さん感動してくださいますね。そうですか、そしてカオルコさんの代名詞とも言えます、揺れる
お花がありますよね、揺れるブーケですね、はいはい、これも、まあ、開発なさったということだと思うんですが、はい、どういうきっかけで生まれたんでしょうか。はい、それは桂由美先生、はい、ブライダルデザイナーの賞を担当させていただいてて、はい、で先生がやはり トップデザイナーの審美眼で、はい、このドレスはこういう風に揺れる、ね、モデルさんが歩くと揺れるんだから、ドレスもベールも揺れるのに、ブーケがそんなガチガチで板みたいじゃおかしいでしょ、もっと揺らしてくださいとか、で例えば これだけ透け感があるんだからもっと透明感持たせてくださいとか、もっとポップに揺らしてくださいとか、いろいろこだわりをおっしゃるんですね。でそれをどうお答えしよう、お答えしようと研究に研究を重ねて、花のワイヤーでブーケを作っていくんですけどね、そういう番号を変えたりして研究して、まあ、本当お答えしたい一心ですよね。それがまあ結果的に振り返ると、自分の揺れるブーケっていうのが誕生して、はいはい、まあ、おかげさまで、ね、皆さんに支持していただけるようになったっていう、はい、そういうことですね。シャラポワ選手なんかもこう手に持ってらっしゃったわけですよね。はい、シャラポワ選手もね、はい、勝利のブーケで、まあ、これから決勝戦に挑む時に、渡して、はい、でそれで聞いてない、事前に聞いてないんですけど、勘で作った時に、はい、その鉢巻きと、ユニフォームの色とぴったりだったりとかね、はい、ちょっとそういうような不思議なこともあったりして、狙ったかのように、そうなんですよ、はい、で、あとは優勝した時に、やはりブーケ、通常花束なんですよ ね、そうですね。だけど取材者がカオルコに頼んだってことは、じゃあカオルコの代名詞の揺れるブーケ持たせていいですか、はい、みたいな話をしつつ、そしたら、あ、いいですよって言われたので持たせたのが始まりなんですね、はい、持っていただいたというか。そうなんですか、はい、ウェアにもすごくこう似合うんだなっていう、新鮮な驚きがあったんですけれども、そういうこともじゃあ、まあ、感覚で、まあ、作ってらっしゃるんでしょうけれども、もう計算された美しさがありますよね。そうですね、それも本当に、花嫁さんなんかは特にね、はい、ブーケが勝ちすぎてはいけないわけであって、はい、あくまでも花嫁さんを引き立てるためのウェディングドレス、ブーケなんですね、なるほど、はい、そうですか、カオルコさんには、このお花の話をどんどん聞かせていただきたいんですが、来週もご登場いただけるということですので、詳しくお聞きしていきたいと思います、では最後にリスナーの方に向けてメッセージをいただけますか。はい、花はね、日常彩る、はい、幸せとか癒しとかを運んでくれるものだと思うので、まあ、本当にたまには自分のために、たった 1,2 本でも、そばに置いとくと、まあ、元気になったり、そういうものだと思うので、もっと生活にね、皆さん花を楽しんでいただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、それではぜひカオルコで検索すればウェブ上出てきますか。そうですね、カオルコとか、あと銀座花屋、銀座花屋ってやると、ありがたいことに自然発生的に結構上の方に出るみたいですので、そうですか、皆さんがチェックなさってる、ということですよね。はい、わかりました。それでは銀座花屋でチェックなさってみてください、それではカオルコさん、どうもありがとうございました、ありがとうございました。